7月8日月曜日の全国のお天気をお伝えします。次第に冬型の気圧配置は緩み、西から高気圧に覆われる予想です。ただ北陸では午前中を中心に雪が降り続きます。ただ午後はだんだんと収まっていく予想とはなりますが、大きな揺れにより地盤が緩んでいるところが多くあります。今後も土砂災害等に十分に警戒をしてください。その他日本海側を中心に広い範囲で雪が降ります。北海道では雪の強まり、そして風を伴った吹雪に注意をしてください。太平洋側では広い範囲で日差しが届きます。引き続き冬らしい寒さが続きますので、万全な防寒を行ってお過ごしください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご覧いただけます。